ここじゃちょっと狭いけど、試しに衣装のまま軽くひとっ走りして声出してみっか。おーい、俺の声後ろまで届いてるか？よし、これだけ動きやすければ端から端までステージを回れそうだ。よし、やるぞー。で、南丸先輩、いつからそこに？一足先にフィッティングに来てた。そんなにビビるようなところか？見られて恥ずかしいようなことはしてねえだろう。お前の意気込み伝わってきたぜ。ソロステージ本番もその調子でぶちかましてこい。はい、ありがとうございます。全力でぶつかって俺らしいソロステージを目指します。でかい男には信じてついてきてくれる家来がいるもんだ。王子になれば俺のこと慕ってくれる奴が現れないかなんて昔は思ってたっけ。心のでかい男になりたいって頑張ってきたからな。今になるとちょっと照れくさいけど、その時はそれを認めてほしかったんだ。でも王子になりたいって気持ちは今も変わってないんだぜ。これからも応援してくれるみんなを笑顔にしたい。そんでその笑顔を守ってやりたい。それと遠くから見てもらうだけじゃなくてさ、いつだってお前のそばにいて同じ夢を見ていたい。頼りになる存在だって思ってもらいたいんだ。もちろんアイドルとしても今よりもっとでっかく輝いてみせる。一緒にトップ目指そうぜ。だからこれからも俺様についてこい。俺がバイオリンを弾くところ、お前らにはあんま見せてなかったかもな。実はちょっとだけ緊張してる。いつもとは少し違うかもしれねえけど、こんな俺もいるんだぜって知ってもらいたくなった。諦めずに立ち向かった自分が今ここにいるんだって。アイドルとしてソロステージでみんなの前でバイオリンを演奏すること、俺にとってもこれは挑戦なんだ。おう、応援サンキューな。今日の音は今日しか出せねえ。今の俺の演奏ちゃんと心に焼き付けろよ。この音に全てを込める。聞いてほしい。大切なお前に送る俺の音楽を。